オクシュリュンコスパピルス655ギリシア語版トマス福音書と考えられるものの一部トマスによる福音書は1945年にエジプトで見つかったナグハマディシャ本群に含まれていた文書で114の文からなるイエスの五六集である本文中に死とトマスによって書き記されたとあるのでこの名があるなお 現行の新約聖書には含まれないという点では外典である。新約聖書学上の主な意義は以下の通りである。写本はコプト文字を用いたコプト語で書かれており、写本末尾にコプト語で、つまりトマスによる福音書と題名がある4世紀後半のパピルスの写本である。ギリシア語から翻訳されたと考えられ3世紀に、 書かれた、オクシュルンコスパピルスのイエス語録は、このコプト語のトマス福音書と内容が極めて近く、ギリシア語版のトマス福音書であると考えられる。ただし、オクシュルンコスパピルスのトマス福音書が、ナグハマディ写本のコプト語版福音書の直接の原点というわけではない。いずれにせよ、両語版とも文体にセム語法が見られるので、おそらくは、 元はシリア語で書かれたと想定され、元となったシリア語のトマス福音書は、2世紀後半に、東、シリアで成立したと考えられる。1950年代初頭、ナグハマディ写本群に、トマス福音書が含まれていることが報じられ、新発見の福音書の存在が世間を沸かせた。しかし、ナグハマディ文書は、長い間、一部のものしか手にすることができず、 写真版が出版され、世界の学者が入手できるようになったのは、1972年以降である。なお、以下では、原則として、コプト語版に基づいて説明する。本福音書の本文には、使徒トマスにより書き記されたとある。ただし、学問上、実際に使徒トマスによって書かれたものとは考えられない。トマスは、アラム語で、双子を意味する言葉。 テオマー、トーマーに由来し、ギリシア語では、音訳して、トーマースとするか、異訳して、ディデュモスとする。彼は、ユーダース・トーマース、または、ユーダース・ディデュモスとも称され、本名は、ユダで、おそらく、イスカリオテのユダラと区別するために、双子を意味する呼び名が付けられていると思われる。本福音書の書では、 ギリシア語の音訳語と訳語を並列して、ディリューモユダトマスと書かれている。そもそも、死とトマスがなぜ、双子という呼び名を持つのか、また誰と双子であったのかは不明であるが、本福音書では、イエスと双子であったと示唆され、高く評価されている。ただし、グノーシス主義的な立場から述べた象徴的な意味での双子であって、必ずしも、 血縁の兄弟を意味するものではない。現行の新約聖書では、シトトマスは、十二使徒の一人に数えられるだけであまり、目立たず、時として低く評価されている聖典に認められている四つの、福音書が、イエスの言葉を収録するだけでなく、その行動や物語をも記述する、複合的な構成を持つのに対し、本福音書は、イエスの言葉だけからなる5、五六集である。 冒頭の編集句を除いて、言葉が発せられた状況の描写や解説は一切ない。ただし、語録そのものには変者による改変が見られる。冒頭の編集句にも以下のように述べられ、読者自らにイエスの言葉を解釈するよう求めており、自身の解釈によって、本来の事故を認識、確知するための道が示されている。助これは、イケルイエスが語った。 隠された言葉である。そして、これを、ディディモ・ユダトマスが書き記した。一、そして、彼が言った、この言葉の解釈を乱す者は死を味わうことがないで、あろう、洗い込んわけ。イカドウ・アグラファ原稿の新約聖書の福音書には、収録されていないが、その他の初期キリスト教文献で言及されているイエスの言葉がいくつかあり、これを、アグラファと呼び、 新約聖書学上、大きな意味を持つ。このワグラファが、本福音書には40に収録されている。7S が言った、人間に食われる獅子は幸いである。そうすれば、獅子が、人間になる。そして、獅子に食われる人間は忌まわしい。そうすれば、人間が獅子になるであろう 77S が言った、1私は彼らすべての上にある光である。 私はすべてである。すべては私から出た。そして、すべては私に達した。二期をありなさい。私はそこにいる。石を持ち上げなさい。そうすればあなた方は、私をそこに見出すであろう105イエスが言った。父と母を知るであろうものは、娼婦の子と呼ばれるであろう108イエスが言った。私の口から飲むものは、私のようになるであろう。そして、 私もまたそのものになるであろう。そして、隠されていたものがそのものに現れるであろう。114シモンペテロが彼らに言った、マリハムは、私たちの元から去った方が良い。女たちは命に値しないからである。イエスが言った、ミよ私は彼女を導くであろう。私が彼女を男性にするために、彼女も、また、あなた方。 男たちに二類ける例になるために、なぜなら、どの女たちも、彼女らが自分を男性にするならば、天国に入るだろうから、旧資料また、新約聖書学では、教官福音書において、マタイによる、福音書とルカによる、福音書は、マルコによる、福音書を参照した以外に、もう一つ別のイエスの語録を、元資料としたことが、ほぼ定説になっている。この元資料を、 旧資料というが、急において想定される文学様式が古代に実際に存在したことが、トマス福音書の発見によって実証されたことになる。ただし、トマス福音書が、直ちに旧資料であるということではない。トマスの名を冠した、福音書は、これまで原始キリスト教の恐怖たちの証言により、その存在は知られていたが、正統派教会により知りけられたため、 今世紀の写本発見までは、その内容はほとんど不明であった。まず、ローマのヒッポリュトスが230年前後、全異端反爆の中で、グノーシス教団の一派、ナハシュ派に関する報告とともに、トマス福音書を引用している。続いて、オリゲネスが230年、ルカ福音書公開説教の中で、異端的な福音書の一つとして挙げている。また、 カイサリアのエウセビオスが324年、教会史の中で、偽作された外典として言及している。死でのピリッポスが430年頃、教会史の中で、偽福音書と位置づけている。以上のように、三世紀諸島から、トマス福音書は、恐怖たちにより一旦、内し外典として退りけられるようになった。やがて、エルサレムのキュリロスらギリシア恐怖は、トマス福音書は、 マニキュートによって採用された、または偽作された、福音書であると述べるに至り、8世紀の第2、ニカヤ公会議においては、マニキュートによる偽作であると決定された。よって、伝統的教会の立場からは、聖文書、聖典ではない外典ということになり、現行の新約聖書には収録されていない。本福音書が、マニキュートによる偽作と判断されたように、 伝統的に、正統派教会は、キリスト教グノーシス派は、オリエントやギリシアの思想、宗教などの、異教の影響を受けた、根校宗教であり、そこから、キリスト教的要素を取り除けば、もはや独自の宗教として成立しないとみなしてきた。現在でも、このような見解をとる学者がある。しかし、ナグァマディ社本軍には、非キリスト教のグノーシス文書が多数含まれ、 内容を精査すると、グノーシス主義は、キリスト教とは別個のものとして成立していることが、わかる。よって、キリスト教グノーシス派は、グノーシス主義、ないしグノーシス主義的傾向の思想を信奉する者が、その独自の立場から、旧約聖書、およびイエスに関わる文献を採用し、解釈し、成立した教団であると言える。トマス福音書に関して言えば、 オクシュルンコスパピルスより、コプト語版の方が、グノーシス化の傾向が強い。さらには、ナグハマディ写本の研究により、キリスト教、グノーシス主義は、原始キリスト教の正統派の思想の形成に大きく影響したということが分かってきた。正統派教会側の歴史的、競技的立場から論ずると、全能の父なる神の一人子イエス・キリストが死に、復活し、 天に昇り、やがて再臨するとされ、この父なる神といえスキリストに対する信仰及び倫理的行為によって、また救済機関としての教会を通じて、人は救われるという救済感を持っている。これに対しトマス福音書を含むグノーシス派は、正当派教会の教義に対して以下の見解を持つ、旧約聖書で天地を創造した造物主を、 思考者の下に置き、またイエスについても、その肉による復活を認めない。思考者に由来する、本来的事故についての、認識による救済を最重要視し、グノーシスを通じて、造物主への信仰や立法など、倫理的行為、及び、教会の権威から解放されなければならないと説く。グノーシス各派により、程度の差はあれ、信仰、行為、教会に、 絶対的な権威を認めない。また、グノーシス派の中には、自らを、真のキリスト者と認じ正当派教会を批判しながらも、信仰すら持たない者に比べれば少なくとも、正当派教会は、信仰を持っており、グノーシスの奥義に導くことができれば、救済へ至る、可能性が高いと考え、これに、不況の手を伸ばす教団もあった。これらが、正当派教会にとって、 大変な脅威となったと推測できる。加えて、グノーシス派は、使徒や、徒伝承に基づく教会の権威によらずとも、各人の自己、認識により救済されると主張し、誰もが刑事に預かることができると説くので、各人の解釈に基づき無限に、性文書を生み出すことができた。この点も、教会の権威により、性典を制定していく過程にあった。 正統派協会にとっては大きな問題となったであろう。なお、グノーシス派が倫理的行為を軽視する点から、グノーシス派は立法を否定する法律主義であり、肉欲的であると、しばしば正統派協会は非難してきた。だが、この批判は一部のグノーシス派を除き、グノーシス主義全般に当てはまるものではない。少なくとも、トマス福音書の思想は、禁欲的である。 グノーシス主義から見れば、本福音書は偽作でも、外典でもなく、グノーシス主義に則っ,って、イエスの言葉を解釈して成立した世紀の、グノーシス文書である。また、正統派教会が、本福音書を、マニ教による偽作であるとした根拠として、事実、本福音書は、マニ教徒により、広く受容されていたが、グノーシス主義の一派でもあるマニ教が、 その解釈原理から本福音書を採択していたのは、至極当然なことである。この福音書は、グノーシス主義的な神話というものがはっきりわからない、状況にある。三世紀初頭以降、トマス福音書は、初期カトリシズムの恐怖により、異端者たちの偽作であるとして、聖典から排除されたとされている。トマス福音書と同時に発見された文書には、 ギリシャ哲学のプラトンの著作もあったことから、グノーシス派はギリシャ哲学やオリエントの諸宗教とも関連があったとされている。そのため、神話論のはっきりしない文書は客観的思考を重視していた異教としてのギリシャ哲学やオリエントの諸宗教と関連づけすることも可能となっている。ナザレのイエスの説いた教えは、 正統的教会によって、概ね書きのように競技化した。トマス福音書は、グノーシス主義の編集者によってまとめられたイエスの語録という性質を持っているので、神話論についての言及は、ほとんどない。そのため、神話論を確認するにあたっては、編集者の視点で確認するか、それとも、その視点が導入される、以前のイエスの伝承の視点で、 解釈するかによって、神話の内容が大きく異なってくるとされる。この福音書の後に成立したとされる、当議者、トマスの書がグノーシス文書というよりは、正統的教会の修道像のためにまとめられたもので、あるとされているので、本書もイエスの伝承の視点で神話を解釈していくことが、できるようである。神話という面から見ると、この福音書は、当議者、 トマスの書と類似した著作であると見ることができる。役者の解説には7点の神話論の痕跡があると述べられている。役者によれば、グノーシス主義は思考神の本質が宇宙や世界を貫いて人間の中にも宿されているとする。しかし人間は自らの本質である本来的な自分について無知の状態に置かれていて、本当の自分と 身体的な自分等を取り違えている。人間は救済者に学ぶことにより、人間の本質と思考神とが、同一の存在であることを体得し、認識したときに、神との合一による救済に至れるとするものであると、されている。また、グノーシス派とされる記述に関しては、神話論がはっきりしていない場合は、ギリシャ哲学や、オリエントの諸宗教、あるいは、 ナザレのイエスの自己認識等のいずれかにつながっていると考えることができる。以下はそうした世界観や人間観が現れている箇所である。ありがとうございます。